侍ジャパン、万波のタイムリースリーベースで3点リード。うまあ、万波おお、はい完璧、うおお、伸びすぎ、うおおおお、万波スリーベースや、足も速いや、めっちゃ足速いやん、タイムリースリーベースだワンサイドやのう、向こう万波最高や、うおおお、万波代表初タイムリースリーベース、実力差が出てきたな、たまらんわらわらわら、やっぱ万波ってスターの素質あるわ、やったー、万波すげーな、そうそうホームランじゃなくてもええんや。あーまんちゅうたまんねえわらわらわら。オーストラリアの守備やばくね。ライトあれダイブしたせいで呼吸遅れたろ。三塁行かせちゃあかんわ。どうやってもダイビング無理な距離で草。万波育てたのほんますごい。こいつらポロポロしすぎだろ。これは次世代のスター。韓国台湾はなんでオーストラリアに苦戦したんや。パリーグの希望。これ来年ハム4番は万波やな。味方になった万波わらわら。届かないダイビングした結果クッションボール割とええとこに来てたな。さすがに張り合いなさすぎやな。これが横浜高校の一点や。総攻守揃ったアーティストたまらんわ。ご視聴ありがとうございました。